ので、さっき目見てくださって、あとここ階段上がってもらってこうオランダ坂上がってもらったら鱗の絵です。ここにねポルチーニというイノシシの銅像が庭にいるので、はい、その子の鼻触ってくださいね、幸せを訪れると言われてます。花、はい、ノーズですね、はい、で隣行っていただきまして、山手八番館サターンの椅子といてね、こういうね椅子に座ってください。男性は黒いカーテンのところ、これで願いをすると叶うと言われて、全国から座りに来られるんですよ。テレビでも有名になってるお椅子なんですね。なのでぜひ座ってください、はい、そしてまたこちら庭を通って外国人クラブに行っていただきましたら、うん、貴族の社交場だったところです。とっても大きなダイニングセットや当時のキッチンをそのまま、しておりますのでね、はい、結構女性にも人気のところで、異人館らしい人館です。このお庭もすごく素敵なの でここを通り抜けていただき、通っていただきましたら、こちら坂の上の異人館、唯一東洋の異人館でしてね、こちらもパワースポットで庭に狛犬がおりますので、ここの間通ってください、邪気を払うと言われております、はい、でこちらですね、はい、清朝明の時代の家具を調度品ありますのでね、楽しんでください、はい、各館行かれた一番前を押してください、まあ、開いてくださいね、ここでスタンプを押していきます、はい、で各フロアにもこうして大きなスタンプ置いてますのでね、ここスタンプラリーで押していってください。わかりました。どうぞお気をつけていってらっしゃいませ、はい、この中の写真とか撮っても大丈夫なんですか。もちろんです、動画以外なら大丈夫ですので。動画はダメなのね、はい、そうなんですよ。わかりました、はい、じゃあ行ってきます。はい、ここもご覧ですかね。あ、ここか。うわ、結構な坂ですな。やっちゃうねこれ。
ここに入れてくれるんですか。はい、そうです。なるほどです。すごい。じゃあ始めますよ。お願いします。はい、始めます。作ります。はい、ありがとうございます。おー、すごい。一つですね。うわ、ラーメン半チャーハンセット、やばい。おはようございます。おー、嬉しい。おはよう。今めっちゃ片付いてないです。おはようございます。久しぶり。失礼いたします。どうぞ。こんにちは。マジで。そうですよ。お久しぶりです。え、ヒッシーさ、今ね、東京バナナ大好き。東京だから、東京バナナ。とっても大好き。ありがとうございます。ありがとうございます。え、ちょっとコーヒー入れるわ、ちょっと待って。ああ、ありがとうございます。まあ、ちょっと、ほんま、覚悟だからな。決めましょう。私はな、お砂糖とミルクは何？あ、大丈夫です。大丈夫？はい。あ、ちょっとな、毒味するわ、はい。私がこれをブレンドしてね。あ、そうなの？自分で？うん。津田牛ブランド、ブレンド。うん、マジで津田牛喫茶作るからさ、ちょっと飲んでみて。ちょっと飲んでみて。
ちょっと今日ケイさん作るからさ。あれ甘い。美味しいでしょ。何これ。バニラ入れてんの。あ、ほんまや。美味しいでしょ。甘い。だからうちでお砂糖とミルク入れる人がおらんねん。大体入れる人でもいらんっていうね。あ、いいやろ。それ一口飲んだらもういらないわそれ。いいやろ、うん、あ、よかったよかった。びっくりした、まあ、びっくりするでしょ。バニラ、私、バニラ、うん、私が入れてんねん、あの、うん、ちょっとブレンドしてるからな。どうしても頭でなんさ、うん、あの過去なのか未来なのかが来ないなって思って未来はないでしょなんか来ないなって思って結果的にヒッシーがまた、はい、あのまだまた戻ったみたいな頭が、はい、私の頭が戻ってもて、はい、そうそう、だからまだやめてるところのところから進んでなかったわ。あ、すいません、ね、そうなん、そうなんですよ。私はでも、うん、だからそのコロナの間お金は全然入ってけへんかったけど、うん、もうほんま笑えるけど、うん、自力で働いたら一番ええやで、うん、お客さんが言うてくれてご飯だけ食べるのにつこたるわとか言うてくれてやってくれて1万円しかならへんかったけど、うん、でも国から毎月10万円はもらえたから、うん、それでなんとか生きていけて、ほんで私負け惜しみやってよう言われるけど、うん、私休みが取られへんかったから、うん、結果的にその間休めるやん、うん、3年間ずっと断捨離とかもできて、うん、ちょっと私の中ではなんかおかげさまと思ってお金はないけど誰がおるから食べさせてもらえるやんか私って、だからもうそれはそれでよかったかなと思って、うん、で過ごしとって、もうおかげさまでな、いや、うん、まあまあな、でも私税務署入られてさ、うん、めっちゃびっくりしたもん、ありがとう今度は旦那やと思ったもん今までは会社にありがとう、助けられてるね、うん、今までは会社にありがとう、うん、今度はダーリンありがとう、うん、ほんまに、だから私もほんまに幸せやわ、助けだから私今までなボランティアが趣味やったから、うん、今もそうやねんけど いつも趣味何って聞かれたら、うん、掃除洗濯ボランティアって言ってんねんけど、だからベンチも寄贈したりな、うん、いろんなことしとんねんけど、人が喜ぶことをしたいって思って生きてきたから、うんうん、それをまあ収入はいっぱいあったから、うん、もうそれをずっと しとったらこうやって帰ってきた、うん、めっちゃくちゃ帰ってきた、やっぱすごいね、ほんまに、うん、もうめっちゃ帰ってきた、はい、だから私やってきてよかったと思う、人にな、うん、だって人の役に立とうと思ってずっとやってきたから、うん、だから困った時って助けてくれるなって思った、うん、BG って言ってキムタクと斎藤工がやっとったドラマがあってんけど、うん、あの敬語、敬語のうちの子も、うん、そういうのがおるから、うん、どっちか紹介するわって言って、そのケースやったらやからやから、うん、分かるやんってみんなに言われて、いやあ私人がええんやろなあ言って、うん、おせっかいやしなあ言って、でもほんまに久しぶりやけどな、そうそう久しぶり来たのはね、な、うん、来たのはな、ほんででも私が東京で会うてるからな、うん、2年前に、うんうん、それは会えたからな、はい、ヒッシーってなったからな、はい、だからコンスタントには会ってんねんけど、会ってますね、でもちゃんとしてあげてないから、わかりました、わかった、はい、頼むね、はい、ありがとうございました、いやいやとんでもない、いやいや先生、先生じゃないけど先生、いやまあまあそうやって若い子が来るからな、うち、ん、に先生みたいなもんや、いやまあみんななんやかんや来てくれるわ、うん、いくつまで生きるか分からへんやん、分からへんやんな、な、はい、そう思ったら10年先のことも考えとかないかんやん、うん、やろ、そうですね、そう思ったら、うん、やっぱり着実なことも考えないか、はい、だからそれは私の助言じゃないけど、うんうん、あの今まで自分が一人でやってきてそれを感じたから伝えとこうと思って、はい、うん、じゃあお疲れ様でした、お世話になりました、ありがとう、また来てね、はい、
ずっと見てられますね。かわいい。もう一息頑張れ。